クブダ派。クブダ派、コアイルランド語、カムトックは、初期中世アイルランドにおいて、成人が実際に使ったとされる書物を収めるために、用いられた、成功に装飾された箱のことである。収め書層、とも呼ばれる。普通、収められた書物より数世紀新しいことが多い。典型的には、アイルランドで、修道院文化が交流した800年以前の、 英雄時代の書物を収めるクブダ派は、現存するものでは千年以降のものである。ただし、クブダ派という形自体はもう少し古くからあることが分かっている。正面に水晶や半奇跡をあしらった十字架が配置され、その隙間に様々な衣装が施されるのが一般的な形式である。鎖や紐が付けられているものもあり、これは、運ぶときに首にかけ、 本を胸に当てるためのものである。こういった生物を心臓の近くに置くことは、霊的そして医療的な利益があると考えられていた。中世ダーラムの生活バートの福音書の革袋と同じである。また契約の立ち会いの際にも用いられた。多くは修道院とつながりのあった有力士族が世襲で管理者を務めたが、現存するものの多くは、 アイルランド国立博物館に収蔵されている。アイルランド外の教会でも、諸星人の意外をはじめとする生意物は、典型的には、家の形をした生意物箱、シャッセに収める慣修があった。例えば、スコットランドのモニマスク生意物箱など。アイルランドでは、諸星人の意外よりも、むしろ彼らが使ったとされる物品が、特に生意物として重視された。 書物を収めるクブダ派の他にも、ミサで使用される、手帳を収める、収め金箱、ベルハーンなどが、アイルランド特有のものとして知られる。未称の聖人が身につけていたベルトを収めた、最初期の聖遺物箱が、辛い古衆も、イラクの沼地で発掘されており、これは、真実の先生や、病気の治療などに用いられたと考えられている。クブダ派は、ケルズの書の盗まれたカバーのような、 その時代で最も偉大な祈祷書に付された貴金属製の豪華想定とは区別されているがデザインは非常に似通っている。最も状態の良い当初美術の例であるリンダウの福音書ニューヨークのモーガン図書館所蔵の裏表紙も中心に大きな十字が配されその周りを組紐文様が埋めるという構成になっている。豪華装丁もクブダ派も木製の表紙ないし箱に 金銀在庫を貼り付けるという点で、同一の技術によるものと言える。最古の記録があるクブダハは、聖コルンバの聖物であると信じられていた、ダローの書を保護するために、アイルランドオフランシンナ、876から916の直例で作られたものである。これは17世紀に失われたが、本に閉じられた1677年のメモ書きに、 その外観と王の保護の胸が明記されている。箱に収められて以降は取り出して本として用いることはほぼなかったと考えられ。だろうの書のように、かつてクブダ派があったことは記録されているものの現存しないものがある。貴金属が豊富に使われた装飾物は洞窟、窃盗の標的とされたためである。 1006年にカバーが盗まれたケルズの書がよく知られるが、アーマーの書は937年時点には豪華想定がなされていたが、1177年、ノルマン人、ジョン・ド・カーシーによって表紙が露隠れた。初期のものでは、ディマの書、トリニティ・カレッジ・ダブリン所蔵、ムリングの書、トリニティ・カレッジ・ダブリン所蔵、イコロンバ市編集、アイルランド王立アカデミー像、 ストーテンショ、アイルランド国立博物館所蔵、書物のみ、アイルランド王立アカデミー所蔵、聖モレーズの福音書、死蔵の五つが現存している。普通は、書物が残存し、クブダ派が失われていることが多いが、聖モレーズの福音書は逆で、クブダ派のみが保存されている。現存しているにもかかわらず公開されていないもののも、多くあるが、一部は二十世紀初頭に作られた。 成功なレプリカがメトロポリタン美術館に所蔵されており、画像が公開されている。ドーナハールジド、銀の教会として知られる聖遺物箱はもともとは8世紀のものであるが、クローニス大修道院長による1350年の大修理以前の部分はほぼ見えなくなっている。立体的なキリストの卓形像が正面中央に配され、聖人や 聖母子の浮き彫りが周りを囲っている。側面には、聖書のシーンが、主要人物は浮き彫りで、その他の要素は、片切り彫りで描かれている。丘を走り回る動物を隅に配置した、この様式は、14世紀の修復よりもむしろ、洗練されている。泥板に住んでいた記録があるジョン・オバーダンという、長金子のサインがされている。アイルランドのみならず、ヨーロッパ全域において、 長金誌はしばしば聖職者でもあった。現存するクブダ派の中で修復を経ていない最古のものは11世紀初頭に作られた聖モレーズの福音書のものである。これも木箱に金属板を貼り付けた典型的な構造をしている。上面は銀メッキの聖堂と金箔張りの銀で作られ、十字架の周りには4人の福音書記者のシンボルが金銭細工と共に配置されている。 ニューヨークにレプリカがある。おそらく最も有名なクブダハは、597年の聖コルンバ政教の直後まで遡るとされ、現代まで残る最初期のアイルランド語の書物にして、極めて貴重な聖異物である紙編集、聖コルンバ紙編集のものあろう。オドネル家の所有物で、クブダハごと首にかけられ、軍旗の代わりとして戦場に持ち出されたことは、非常によく知られている。 アイルランド語のカタースは、戦士という意味である。当初の細工は1072年から1098年の間に、ケルズでなされたが、玉座のキリストを大きく廃止、隣に、白細工で卓形と諸聖人を描いた正面は14世紀に、新しく付け加えられたものである。戦場で用いられた、もう一つのクブダ派は、ドニゴール州クロンマニーの、ミサー。 ミサックのものであり、首に回す金属の紐が現存している。もともとは11世紀後半のもので、1534年の修復で銀白細工による十字架とそれを囲む人物の装飾が施された。収められている写本は本来は、ミイス州デュレーンの聖カルナフ派のものとされていた、ゴシック時代までに聖コルンバの宗派に吸収された。 ディマノ書のクブダ派は12世紀のものである。レプリカはニューヨークにある。リンゲリー家様式の透かし彫りが施されている。写本と合わせてトリニティカレッジダブリンに所蔵されている。ストーテン書は菓子の箱に金属板を取り付けたクブダ派に収められている。全体に人や動物をかたどった精巧な装飾が施されている。 記名を見ると、正面一面と両側面は1027年から1033年頃のもの、また他の面は1375年頃のものとされる。現在は取り外されている仮面は、銀箔張りの制度で、中心に配された大きな十字の腕と外縁部にはアイルランド語の国名が彫られている。十字の中心は、おそらく面の修復と同時に、四つの洋上部の つけられた大きな宝石。現在は、紛失に付け替えられた国立博物館曰く過剰に装飾された。記名はこれによって一部が失われたが、ほぼ再興されている。菊は、ロラ修道院長、マーガメンをかはる、及びムースクリ、ティーレオ、フィンド・ドゥンガリーに祈りを。アイルランド王を小説市ドナハマク・ブリーアント、カシェルは、オーガナハとオーマク・リーオドナハ、並びに、 これを作りしもの、クロンマクノイズのソードが羽織たコーンの名を合わせここに、シルス十字と外周部の間の空間は、幾何学的な透かし彫りの板が、十字架の四端と、外周の四隅には、銀紙細工が施された小さな板がはめられている。側面の銅板は、銀箔が貼られておらず、天使や動物、聖職者、戦士などの像が、装飾的な背景の中に描かれている。 新しく作られた金箔張りの上面にも、大きな卵型の水晶と、その他の宝石が失礼られた字が配されている。外縁部の銀板には、記名が刻まれ、十字と外縁部の間の領域には、卓形のキリストと、聖母子像、加護を授ける死教、そして本を抱える聖職者、おそらく聖ヨハネの図案が彫られている。記名には、菊は、共に1381年に成去した。 オーモンド・オー・ピリブオ・オケ・ネーディとその妻・アーニアに祈りを。ロラのオーガスティ・ウン・ハ・ショ道シ長、ーョギョラル・アオーン・オー・マコーンと、これを作りし者どうなるオトラリの名を記すとある。悲鳴と図像の線を目立たせるために、ニエロが用いられている。この技術は、ロラから五十キロメートル離れたところのパトロンのために三百七十年代、作り直された、聖パトリックの葉の聖異物箱のものに類似している。 現存する中世の彫金作品に同様のものはほぼなく、おそらくこの二つは同じ彫金師によって付け加えられたと考えられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。